地元鈴鹿のいいところたくさん出てきたと思いますが、皆さんいくつ見つけられましたか？あれ、あれ一つ？一つですか？見つけてたね。もっとあるよ。ありますよ。私とね、みなちゃんが曲中に言ったおはらぎ、そう、おはらぎ、実はじゃんじゃん、そう、そこの大福屋さんでおはらぎ購入いただくことができます。しっかり宣伝、ね、しっかり宣伝よね。おはらぎっていうの、皆さん知ってますか？おはらぎってどんなお菓子か。そう、鈴鹿市を代表するお菓子なんですけど、こんな、なんかおでんを逆さにしたみたいなね、形のお菓子なんですけど、中にあんこが入っててね、あおいちゃんの大好きなね、そこにも飾ってあるの。そう、今日までそう、まなかちゃんがそう、食べたことなかったんですよ。そう、どうでした？そう、あんた、なんかあんこの食レポするんです。食レポ、お、来ましたよ。来ました。食レポがふわってなくて、さっぱりするあんこで、その包んであるのはもうもちもちで、すごく美味しかったです。入った、買ってみんなで学校で食べたんですよ。本当に美味しかったよな。そう、皆さんもぜひね、ライブ終わったらお腹すくと思うんで、そう、ね、ぜひ皆さんも食べてみてくださいね。ライブ終わったらみんなで直行でみんなで買いに行く。そうだね、お花にもいいんやけど、他にも鈴鹿のいいところなんかある？ありますか？はい、おいや、知ってる。あの、桜の森公園って知ってますか？桜の森公園今年の2月に南玉垣町というところにできたんですよ、公園が。そう、この公園は鈴鹿市初の防災公園になってるんですよ。そう、知らなかった。お、めっちゃ詳しいですよ。めっちゃ詳しい。知ってらっしゃる。じゃあ他にある？そう、皆さんご存知の鈴鹿サーキット。鈴鹿サーキットは世界的に有名でね、外国の方もいらして、まあ4人でさ、ジェットコースター乗ってみて、そう、4人で楽しい。そんなサーキットもサーキットもいいんですけどな、マナカのおすすめは椿狼社さん。来ましたよ。そうだな、鳥居の中な、入ったらな、なんだろうな、この空気は、なんだこの新鮮な空気みたいなね。Thank you.
天然です。一生懸命ボケまくり、いつでも飲みに青ペース、赤色担当浜崎葵です。よろしくお願いします。はい、はい、見た目は妹、中身はオースター。キャップ萌え、高校3年生の17歳、担当カラーはピンク、みんなの妹、本田ゆりなです。よろしくお願いします。はい、頭の良さとスタイルの良さはハッピレイ。ハッピレイ、それって美味しいの？美味しくない、美味しくない。おいしくない、おいしくない。あ、アイスイチおばけちゃん、担当カラーは黄色、ピオちゃん愛する草薙まなかです。よろしくお願いします。だからね、おばかとかね、おっさんとかね、もう大人っぽい20代とかね、個性たっぷりの4人で一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続いてお送りするのはアンガイスのオリジナル曲の中で唯一ゆっちゃりした曲です。
ありがとうございます。実はこの曲、私をイメージで作っていただいた曲で、でソロで歌わせていただいてるんですけど、やっぱりね、緊張しますよね。そう、はい、はい、歌詞のようなね、大人にそう、ね、歌詞のような人になりたいなと思ってます。大丈夫、続いての曲は、アンガールズ夏のテーマソング、大好きなあの子に
今から歌わせていただく曲は R.I.F. の先月発表されたばかりの新曲で、皆さんと盛り上げる曲と、も盛り上がれる曲となっております。よし、はい、そうですね、そう、今までの私たちの曲のテイストとはちょっと一味違ったロック調になっています。皆さん、乗り